朝、東京湾のラッシュ。船が捨てる廃油を監視するため、海上保安庁のヘリコプターがパトロールしています。発見すると、直ちに第三管区司令室へ連絡。巡視艇の出動となります。昨年1年間、油によって海水が汚された事件は238件にも上りました。驚くほど汚れてしまった海水。工場からの廃液と小型タンカーが捨てる油は海を汚す最大の原因になっています。東京湾を航行する小型タンカーは570隻。油の記録簿すらほとんどのタンカーはつけてないといいます。一隻ごとに立ち入り検査をしていくのは大変な仕事です。フルスピードで走る飼料運搬船。海水浴シーズンだけに一段と厳しい監視が続けられています。過密化した都市、増える産業郊外に海は汚れるばかり。巡視船はてんてこまいの毎日です。